えー、今、見る映画は何かというのを一緒に考える、訪、えー、中的映画生活、この1本、えーえーえー、今日のゲストは、ユ、えーチューバーの貝柱さんですすごいフォロワー数なんですね。ありがどうすると、そうな,なるの,いのいや本当に僕も全然分からなくて、そのわーってやってたらいつの間にかありがたいことに、だからう運なので不思議の勝ちやりってやつだね。 ずっと例えば映画について喋ったりしてたの？あ、いえ、それは本当それこそここ二三年ぐらいその時は YouTube で食べられ食べられてなくて、うん、その時にふと映画をちょっと語ってみたら楽しく。 だったんですよね。やっぱり自分が昔何を語ったの。その久しぶりに何かを見たんですね。<laughs> そうですね。その、その時に恐怖の森っていう、そのホラー映画がありましてですね。デスフォレストっていう。はい。え、向こうの映画ですね。これ、じゃ、デスフォレストって日本の映画なの?。あ、日本の映画で、うん、とっても。商業映画ですか?。商業映画だとは思います。でも、すごい低予算で、うんうん、あの原作がゲームなんですよね。フリーゲームで。あ、そうなんだ。あの、すごい怖い顔が。 のっぺりした顔がえっと迫ってくるっていうフリーゲームがあって、それがそれこそニコニコ動画で流行っていたんです <laughs> の。のっぺりした顔が迫ってくるだけだったらそんなに面白い絵聞こえないんだけど。あのこれがすごい気持ち悪くて、うん、え見見せていいですかって。そうそうそう森は怖いからね大体これこれです。これが迫ってくるの、ね、これが迫ってくるんです。これが そのタラ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 みたいな音で迫ってきてこれにつかまっちゃだめなんですよ <laughs> 森の中なのね森の中ですあ<ー>あのガスケバイクで周りの中バーって行ってたらあのガソリンがなくなっちゃってあそこ行ったよもうそれ聞いてきたら <laughs> 分かるよああそれでガスケツになってそうですね動きが取れなくなってるところにタラ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 、はい、来るんだはいはいしてで孤立から逃げながら、えっと、バイクを直して脱出この森から脱出を目指そうねっていうまずゲームがああ面白そうだ あってフリーゲームがあるんです。で、それが今度は、えっ、ー、と、実写映画化すると、で。うん えっと、<laughs> その、その映画って、<laughs> はい、バイクで森の中走ってたら、ガス欠になるところから始まってるの、ちゃんと。あ、映画はでも結構脚色されていて、<う>あの、あのオリジナルのストーリーになっているんですよね。<う>これが正直、あまりその原作のファンの方からは評判がよろしくなくてですね。<laughs> 何がいけなかったんだろう。<の>ゲームのほがクオリティが高いぐらいなの。いや、ゲームはそもそもフリーゲームで、やっぱりちょっと安っぽさはあるんですけど、うん、やっぱりああいうのってカルト的な人気が。 出てくるのでそう,今の顔だろうねそすああいうインパクトとかもありますし、うん、その出来がう々ぬは置いといていろんなその、まあ、画面が全体が暗いとかいろいろあるんですけどその映画その自体のなんか語りたくなるあの部分というか,なんかあまりにも出来が良すぎてもなんかこう友達と話す時に面白かったな、ね、絵で終わっちゃうみたいなところがある気がしていて。 かるそれはありますよね世代だからご存知ないかもしれないけどブレーウィッチプロジェクトっていう昔ものすごい低予算であの素人映画以下ぐらいの感じで作ったビデオで撮ったやつが大ヒットしたことあるからねもう20年ぐらい前になるんじゃないかなあれも POV のフェイクドキュメンタリーみたいなそそそそうううんな感じさっきのなんだっけゲームの恐ろし恐怖の森を見てから語れるようになった。 それなんか、やっぱり、それがきっかけだったからかわかんないけど、ホラーが好きになったの。そうなんですよね。もともと、もともと、怖いものは好きで。だか姉ちゃんが。あのー。ちっちゃい頃に。ビデオ屋さんで借りてき、よく借りてきていて、渦巻きとか。僕ね、ホラーって、そんなに、そんなっていうか、一番苦手、苦手っていうか、嫌いなんじゃないんで、あんまり見てないから、弱いジャンルなんですよ。あ、そうなんですかな,なんだけど。はい、あれが映画の原点だのは、よくわかる。最もプリミティブな映画っていうのは。 もう一番簡単なのは怖がらせうもだっ,って言ったらだから最初にだって映画見た時に、はい、あのリュミエル兄弟ってね初めて映画作ったフランス人は。はい 記者が向こうから走ってくるだけでも映画見ながらうわーって言って避けたって言うからあ、そっかそれをが動くのが初めてだか,ら、まあ、だからしかもレールに向かって撮ってたらしかもわーって来たからみんなうわーって逃げたっていうだからもう原点にそれがあるのよ、えー、ほらって一番その映画の持っている機能の一番最初になんか入り口になっているものではあるからあそうなんですね、うん、だからその時々さっきブレアフィッチプロジェクトって言ったけど時々に あの優れたホラー優れたっていうか時代に合ったホラーって出てきてそれ、うん、で、すごい話題になるじゃないあれは永遠になくならないよねホラー映画っていうものは映画の中でもだからまたなんかちょっと特殊な立ち位置にいるような気がしていて、ね、ああのホラー映画とそれ以外っていうぐらいだって語る人もな、ねうんあのだろう専門家も違うからね。そうですよね、うん、まず映画は その映画のなんかその構成の良さとかその辺のことを最初にきっと見られると思うんですけど、まずホラーはこまず怖いか否かが判断基準であって、<う>そのその後にやっとその映画のストーリーだったりとか、怖いとから怖くないから後からくるね。<laughs> 怖いから怖から、ね、やっぱりそういう。 なんかお化け屋敷的な怖さというかあと好奇心も満たしてくれるようなところが僕はホラーが好きでなるほどしかもその安全圏からそれを体験できるというか第の壁ってやつねねそ,そうです、ねうん、その絶対に僕は心霊スポットには行きたくないし、うん、だけどそのホラー映画は第の壁そこからただの傍観者として覗き見ができる。 ってだけどだとしたらさ、ホラー映画でこうやって見てたら前のレスからわーっと来るようなそういうエンターテイメントだったらびっくビックだろうね。そうですね。いつか出てくるかもしれないですね。でも知ってたら面白いことも何ともないから。これちょっと話戻るけど、恐怖の森ってだからガス欠になったバイクを降りたらなんか来るわけでしょ？あ、きます、来ます。で、まあブレアビッチプロジェクトもそうだし、まあ大体森じゃん。森です、森です。今なんだっけ？ あの,あの中田監督のねえっとそれがいる森も森ですあれは何えそれがいる森それがいる森っていうタイトルです、ね、それがいるのそこにそれがいます、ね、それって何 <laughs> ご覧になってないんですよね見てない一応そのそれっていうのがかなりその宣伝の段階でもぼかされているのでこれスティーブンキングに IT っていうのがあったけど昔そうですよねそれかな <laughs> うん どうでしょうねああそれかっていう感じのいろいろ言われてるんでしょこれいろいろそのい,いろんな意味で話題にはなっていまして、ねうん、中崎監督って大体あのリングだっけなんだっけあのホラー捉えてる方ですよねそうですね超ベテランというか上手い人ですよねやっぱりそのリング跳ねたのはリングだと思うんですけれども、うん、監督自身が言ってるんですけど一応その子供向けには作ってるらしくてその <laughs> ターゲット層としては小学校6年生ぐらいから高校生ぐらいかなっていうもう6年生なんて立派な大人じゃないでもですよね感,感覚としてはねそ<う>でそういう考えた時にあんまりそのそれの正体の、うん、と意外性であったりだとか、えー、気になるなでも <laughs> とか僕もすごいちょっとこれ言いづらいんですけどだからなんかそれこれじゃあ <laughs> それがいる森はそれが重要なのね みんなが思ってたそれとはちょっと違うそれだったっていうところいいろろ言われてんだ、はいはい、重,重要ですしなんで重要かっていうのはだって向こうからその宣伝の段階でもうそれっていうのを徹底的に隠してもう重要ですよ、重要ですよっっててもうそれっていうの衝撃のそれの正体をあなたは映画館で目撃せよっていうい散々煽ってるとそれはもうこっちも。<laughs> よっぽどのそれだろうなっていうのはあれじゃないですか <laughs> めちゃめちゃ気になってきたよ俺、ね、はそれはだから僕らが勝手に期待させたんじゃなくてあなたたちが期待させたんだろうそうなんですそれだからちょっと怒っちゃってる方がやっぱり多数いるには,るんですはそこまでのそれじゃないと思ったわけねそこまでのそれそ,それはそうです僕もそれはそう思ってます <laughs> だからあの <laughs> すごい直球だなっていうものですししかもその新しいことをやっているということの触れ込みではあったのでああっていうだけどこれ季節してすごい剪定してるね、俺たち。それは見てみたいよだって逆に、ね、そんなにがっかりなそれだとしたらそそれはそれはでネット上ではそう言われてますけど表面にでも面白かったんでしょ僕は好きですけど、うん、やっぱり僕のその。 えっとホラーの好きな文脈としては、やっぱり恐怖の森みたいなちょっとその不適な部分も可愛いなとかかかあのあからまあでもそれは、ね、最初に言われたホラーの楽しみ方だったりするからねそうなんですよ、ねうん、その部分が原原点というか元にあるから楽しめたわけで,でもも中田秀夫監督ぐらいの人になったらそこまで計算済みかもしれないよあもしかしてもしかしてまあ見て帰ってね、はい、なんだよあのそれは そそれかと思ったらそれかよみたいなことを言うじゃないそうなんですしたらまたそれ聞いたやつがさえどんなそれだったのってい,いやこういうそれだよとかって言ったらいやそれはないわとかって言うわけじゃないそこでねこ,ここで1 0ぐらいになってるもうそうなんですよそ,のそれはあるんですよねここでエンターテインメントでそ,そこをだから気づかせてあげたいっていうのはありますよねだからそ,ののそこを中田監督はもしかしたらその部分もちゃんとそれねそれねそれね言ってくれたらいいんですけどねそれはでも <laughs> 言ってくれないからな,なから本人はそういうのは <laughs>、えー、歴代のアメリカ映画のベスト100というのでこの「ゴッドファーザー」は2位に選ばれてますしこの「ゴッドファーザー」を取り始めた時のコッポラってまだ31歳なんですねで31歳の監督にそんな、まあ、権限はありません、えー、離婚麻薬それから殺人の疑いとかいろいろあってもうどん底まで落ちちゃう「一っていう短い <laughs> あのタイトルにしちゃったせいで。 だから検索に全然ヒットし,し,しづらくなっちゃって後でそれはあっ祝日たなっていうのは後悔っていうか <laughs> <laughs> いつも通とより大事なお願いですけどもえチャンネル登録高評価コメントこの3つよろしくお願いします